人から考える空間づくりを軸に、分野を横断した創造力を育てます。自然が作ったものであれ、人工的に作られたものであれ、私たちは24時間365日空間の中でその時間を過ごしています。環境デザイン専攻では、すべての基本を人と空間の関係に置き、伝統と革新が共鳴する金沢において、多様なスケールでデザインの本質を学びます。学生はデザイン設計コンペティションにも積極的に挑戦し、日本ディスプレイデザイン賞特別賞を4年連続受賞したほか、歴史的空間再編コンペティションでグランプリを受賞。数多くの受賞を通して実社会から高い評価を受けています。鈴永大志、株式会社三木本に入社後、店舗や催事会場を中心に空間プロデュースを行っています。日本屈指のジュエラーとして、いかにラグジュアリーな空間を創造できるかどうかを考えて、日々の仕事に取り組んでいます。臼井修也、パナソニック株式会社に入社後、より良い住空間を作るため、プロダクトデザイナーとして水回りやエクステリアの商品デザインを手掛けています。また商品だけではなく、未来の暮らしを描くビジョンデザインにも取り組み、幅広い領域で活動しています。